日本神奈川県横浜市中区宮川町宮川町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は宮川町一丁目から宮川町三丁目で、住居表示は未知市。郵便番号は二三一のゼロゼロ六五。面積は零点零五六平方キロメートル。中区の北西部に位置し、北は野毛町、南西は日の出町、南は大岡川を挟んで、 福富町に接する。福富町との間に宮川橋がかかり、東側の野毛町と吉田町との間の都境、西側の日野毛町と長者町との間の長者橋も近い。北東から南西に平戸桜木道路、南北に横浜駅根岸道路が通る。大岡川沿いが一丁目、一丁目と平戸桜木道路の間が二丁目。 平戸桜木道路の西側が三丁目となる。三丁目西部は、野毛山の山裾の傾斜地となっている。一から二丁目は、野毛の繁華街の一部を形成し、飲食店が多く、二丁目には、映画館、横浜高音座がある。三丁目にはかつて、横浜国際劇場があり、その跡地は場外勝馬投票券発売所、ウィーンズ横浜となった。 横浜市中央図書館近くには横浜マンダリンホテルが建つ。隣接する日の出町に京浜急行日の出町駅があり、JR 根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン、桜木町駅も近い。1869年より野毛浦の海面の埋め立て地に、起立1872年に東京の西側に宮川町を新設した。後に、 町内に1から3丁目を新設。1889年4月1日、市政施行に伴い横浜市の一部となる。1928年に町域の一部を野毛町、日の出町にを編入するとともに野毛町の一部を編入。1935年に西戸部町の一部を編入した。町名は東京近くのこの神社近くを流れていた小川に。 由来する2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。